これ一体何なんだという感じですが、なんとここで番組にコートの最新技術を駆使した立体活動写真で5人からメッセージが届いているそうです。立体活動写真5人、すごい、すごい。ではでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。皆さんこんにちは。おー、すごい、かわいい。お伺いしました。今日は皆さんにお会いできて本当に嬉しいです。嬉しい。改めまして、私は給仕人形の灰桜と言います。あずみさんこんにちは。あら、灰桜ちゃんこんにちは。毎日頑張ってて偉い偉い。はじめまして、カラスバよ。喫茶黒猫亭では人形たちのまとめ役をしているの。ともりさん、今日はよろしくお願いします。みんなのまとめ役頑張ってね。結果です。あら、ミュウさんよろしくであります。あー、ちっちゃいね、かわいい。皆さん、はじめまして、ほうき星です。今日、お邪魔するのをとても楽しみにしていました。かわいい。ゆきさんも、よろしくお願いします。よろしくね。かわいい。お初にお目にかかります、レイゼルと申しますが、あかりさん、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、レッツルさん。実は私たち5人でシャノワールっていうユニットを結成したんです。ぜひ覚えてくださいね。シャノワール、覚える。はい、素敵な歌をいっぱいお届けしたいと思います。ありがとう。そして今日は皆さんに素敵なお土産をお持ちしたんですよ。何を見せてください。何こちら、コートで一番人気のスペシャルなアンパンです。あら、あれ、ミュミュアンパンをどこかに忘れてしまいました。あら、かわいい。灰桜、あれほどしっかり持っているように言ったのに、もしかしたらどこかに落としてしまったのかもしれませんね。自分がひとっ飛びして探してきましょうか。飛べるからね。ですが、もうすぐ黒猫亭の開店時間ですわ。そろそろ戻りませんと。すみません。しょうがないわね。あとは皆さんにお任せして。灰桜、告知をお願いできる？頑張れ頑張れ。はい、この後、いよいよアニメ、プリマドールが放送開始します。私たちの活躍、そして歌声を楽しんでいてくださいね。喫茶黒猫亭にも、ぜひご来店ください。バイバーイ。